はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリです。幻影都市続きやっていきたいと思います。まあ、前回ね全滅しちゃったので、最初からになっちゃったんですけども、今ねここまで戻ってきまして、これから、決戦というところまで来ております。でね、最後の敵がねどうやって倒したらいいのかなって思い悩んでたところで、あのコメントいただきましてどうもありがとうございます。でこうやったらいいよっていう感じのことを教えていただきましたので、ちょっとそれをね試しながらやってみたいと思います。じゃあいざ決戦ということでね。まあここは前回もやってるので、まあちゃちゃっとね魔天皇に会いましたということで、まあとはいえ飛ばせないので、まあそこそこ時間かけてやるしかないかなと思うんですけど、まあこいつには勝ってるんでね、前回ねこの辺はちょっと飛ばします。ある程度どうやれば勝てるっていうのも分かってたので、まあちゃちゃっとやっていきたいですね。問題はその後ですよ。魔天皇は実際どこまでしてたんですかね。この後のことも知ってて挑んでるのかな。じゃあそれなりに戦っていきましょうか。まずはどのぐらい攻撃してくるんだっけ。あ、リン72、結構きますね。じゃあ前回有効だったやつをこっちですね。12使う。まあいいでしょう。もうこれを連打で多分パッと勝っちゃうのも手かなと。お、729も入ったぞ。あ、手記を使う前だったからね。なるほどね。Dさんじゃあどうしようか。Dさんも術使ってみる。なんかこの辺。90しかいない。多分この手記が効いてる間はあれなんだろうな。あ、やっぱ弾け飛んだとか言われちゃった。あはははマジかいな。ちょっと回復回復。死んじゃうと厄介なんでね。これまだ弾け飛ぶかな。 あ大丈夫だ。あ、入るね。防御する。防御してるときは術が入ったりしないのかな。こいつで、あ、ちょっとしかいないね。やっぱ防御は効いてるんだ。おお、いろんな術を使ってきますな。後期を入れてきたからここで結構ダメージ食らっちゃうかな。どうしようかな。回復しとこうか。早め早めの回復しましょう。まともな回復が原点しかできないんでね。うわ、324だって。マジっすか。回復したし。じゃあしょうがない、もう一回回復だな。回復しやがった。防御してるのか。
相手の防御が切れたところで術をババッと入れたいですね。おし、今チャンスかな。攻撃してきたね。よし、ここで術を入れよう。これでどうだ。矢印どこ行っちゃった。これでどうだ。お、結構ありました。攻撃、あ、回復してるよ。攻撃、じゃあここでもう一回攻撃。どうだ。お、防御する術を使われる。これ回復するしかないな。リさんが死んじゃう。もうちょっとですね、多分ね。あー、なんか護身術使ったな。あ、吸収されちゃった。今術使うとこだったな。お、倒したぞ。お、レベルも上がりました。できればイエンテが上がってほしかったな。で、この後ですよ、問題は。MP って回復するかな。これ炎天バカだね、言っちゃってね。さて、この辺の言葉もね、ちょっと飛ばしちゃいますね。前回やってますんで。姿を見せたら自分の姿だったと。消えてなくなれっていうのが望みでしたね。それはできぬと。俺の望みだ、叶えてみせろ。天なくして人の世はありえぬ。何が天だ、何が神だ、そんなものは人にはいらん。さっさと消えてなくなれ。もう強引ですね。やめろ、我を否定するな。我を拒むな、言えんて。我を受け入れろ。それもどうかと思うよね。俺が消してやるということで戦いになっちゃいました。で、この前はまんまとやられました。さて、どうかな。あ、回復してるんですね、全部ね。で、まずはとりあえず手記を入れておこうかな。なんかね、連機連機連機で重ね書きをしておいての気候弾が効くということだったんで、もういきなり連機入れてみようかな。おい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 、もう木に死にかけてんですけど、大丈夫かよ。わ、死んじゃうよ。連機を重ねがけしてる余裕さえないじゃないか。どうしよう。ちょっと神様許して、私が悪かった。お、外したぞ。あ、ダメだ。してください。お、いける。連機連機連機、やっぱ一回手記かなんか入れといた方がいいかな。
死んだじゃないか、マジかよ。死にました。はい、原点は復活の呪文を唱えました。もう何度目だって感じですね。どうするかな。まずじゃあ、ボード入れるか。原点は電子レンジ（仮）を手に入れた。タイムリープができるようになりました。いやー、勝てない勝てないと何度言いつつ、ちょっともう一度アイテムチェックをねしてみたいと思うんですけど、この球弾というのがヒットポイント50回復、銀弾が100回復、紙弾完全回復、完全回復ってのあれかな、ヒットポイントのって意味かな。で、霊神石はここに書いてないな。飛行ご神父、これこの人ってやつが直接攻撃から守る2回、うん、エンジュマルってあるかな、エンジュマル、すべて完全回復、体力、気力、おーいいじゃないか、そんなのがあった。ネオブラック完全回復、これはジンタンと同じですね、神タン。同期丸、同期丸 MP100 回復、
で千鬼丸が200回復だよね。でこっちの神っていうのが直接攻撃8回守ると。なるほど、わかりました。じゃあ行きますかね。まずは術で連機入れちゃおうか。まあいきなり死んでもね、もうそれはいいやってことで連機を入れます。で、結界1回しか攻撃してこなかったんで、回復。で、結界。弾け飛んじゃったんで、もう一回結界。よし、この隙に連機。弾け飛んだんで結界。また弾け飛んじゃった。結界。おし。じゃあここで一回気功弾を放とうじゃないか。どうだ。はい、弾け飛んだんで結界。よし、ここで元気。弾け飛んだんで結界。結界。よし、元気。結界。よし、これで気功弾。これで第一の変身だよね。は元気。ここで回復しようか。で、もう一回元気。ここで気功弾出しちゃおうかな。おお、来た。こっからですよね、問題は。最後の力を使ったって、使いすぎなんですよね。で、一応結界を張っておいて、防御回復。で連機。これで2回目かな、連機は。になったね。あー、結界使っちゃったよ。なので氷で結界を解きますと、吸収したまだいけんね。今日で結界を解くと、よし、これでもう一回結界張って、で回復。できるだけ420以上保つようにして、
気候弾一回出しちゃおうかな、ここで。OK。やられんなよ。結界。あ、もうあれがない。MP がない。危ない。どうしよう。アイテム。ちょっと神タンっていうのを使ってみますか。これヒットポイントだけかもしんないんだよな。あ、やっぱヒットポイントだけだ。やばい。これで回復はもうできないんで、ちょっとやばい。やられちゃうかな。頼む、持ってくれ。持った、持った。先に回復をしよう。結界。あ、結界使っちゃったね。よし、じゃあ回復して、この前5回ぐらい気候弾入れてもダメだったからね。連機連動1。回復。電気に。ひょう。よいしょ。吸収した。どのぐらいいく？132。回復。外した。132。うん。じゃあこっちで回復。よし、ひょうひょうひょう。よし、弾け飛んだ。132。回復。ああ、また結界使っちゃった。マジか。じゃあ、ひょう。ひょう。はじけ飛んだ。月遅れ。回復。よし、ここで気候弾入れよう。よし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 、これ2回目。電気。341。ここでちょっとアイテムで紙を入れてみますか。紙。これどっちで使うんだ。自分か。これどう。じゃあここで連機。けるね。やばいやばいやばい。回復回復。
よし、ここで気候弾、これ3回目かな。回復、あー結界使っちゃったね。じゃあ MP 回復しとこう。これでプラス200、よし、連機、回復、もう一回回復、今連機2回入りましたっけ、ちょっと数えてなかった。気候弾入れちゃおう。入れた直後420とか来るんだよね。回復、132来ちゃった。回復、いやもう慎重ですよ、慎重に慎重にって感じ。連機、もう一回連機、回復、あ結界使っちゃったね。じゃあ氷吸収、オッケー、氷弾け飛んだ。惜しいね。これで気候弾花と気候弾いけ、5回目ぐらい。ここで甘んじないで回復しよう。この前これで回復しなくてやられた気がするんだよね。外した、よし、じゃあここで電気、あれなんか間違えちゃった、逃げるになっちゃった、もしかして。あ、よかった、何も起きなかった。電気粘土1、電気、回復、じゃあここで気候弾、おお、いったんじゃないですか。我はなんだ、天とは神とは、もう変身しないよね。声が聞こえる、我を導く声が、我もまた大いなる意志の下に。そうなの、神の上に神がいる。あ、終わったっぽい。3万を得た。レベル33。あ、ディスク7を入れてください。その前にクイックセーブをしとこう。ディスク7。ん？あ、ドライブ12か。これ今いくつだったっけ？
航機305より管制。中央区はほぼ壊滅状態。各所で火災発生。生存者の姿。若干死に。侵入ルートの指示に従い、至急消火班派遣されたし、ルートは区画652を北西に…メイファン、起動可能な工機は付近住民の避難誘導に当たれ。あはは、これ以上被害を広げるな。最優先だ。必要なら芝の機材を調量しても構わん。メイファンが喋ってたんですね。芝の社長代行リンの許可は取ってある。繰り返す。これは社長代行命令だ。方面、ヤンテンさんはまだ、あ、鏡の中から戻ってきてないの？リンも探してくれてれば信じるのよ。フラメンコ、何にもなくなっちゃいましたね。綺麗さっぱりだ。だいぶ崩壊しちゃったみたいだね。どうします、ボス。これから、そうね、とりあえず一杯やりましょう。アイレンはやっぱり女の人なのかな。あんたのおごりでこんな状態でおごりも何もないですよね。お前さんの新作は随分出来がいいの。見ろ、わしの店などあたこともないわ。アイザックではこうはいかんかったろ。アーヤの新作ってこと？お前のおかげよ、ネオティカス。どういうことなんだ。ネオティカスってのはこの右側のやつかな。思わぬ拾い物だな、二人とも。マクレガ、参上が遅れました。なかなか好みの、姿に再生できませんね。エルファス、もちろんこの拾い物二人お受け取りくださいますな。ふん、呆れた奴らだ。我らリー様が死ぬとおっしゃるまで何度でも戻ってまいります。おお、好きにしろ。目的はダイバーイエンテンの捜索だ。発見次第丁重に保護しろ。ご命令のままに。おお、探してんですね。アール・モーティマーの指揮より、マホラの都の滅びに蹴り、ただ一夜の夢のごとく。リー様、十字の方向、熱源人です。肉眼確認。
原点です。おお、いたんだ。間違いありません。まあ神を滅ぼしちゃったからねどうすんですかね。よう、タバコくれないか最初の一本に1000ドル払ったっていい。よっぽど吸いたいんですね。原点、よく無事で。泣いてますかね。なんだよ、いつもの憎まれ口はどうした。バカ、言わないわよ、こんな時に。あら、ということで幻影都市クリアできました。攻略のねコメントいただいた方どうもありがとうございました。基本的にねそのやり方で、クリアすることができました。ただあれですね、昔のゲームだけあってボス戦はねやっぱり苦労するのかなと。このゲーム戦闘でねあんまり苦労したことなかったんですけど、さすがにボス戦だけは、苦労させられました。どう編集してるかは分かりませんが、何度も何度も何度も繰り返し、戦いましたね。なかなか大変でございました。このゲームは今音楽作曲とか出てますけど、曲がねめちゃめちゃいいですよね。すごい印象に残る曲だし、かつて名作だったんだろうなというのをねしみじみ感じながらプレイさせていただきました。で、今後なんですけども、またね古いゲームね次何しようかなって考えておりまして、まあ98クラスの、まあ、PC98 ねか、もしくはそのあたりに出たゲームをね使ったやつをもう一回やろうかなと思ってます。まあ、エッグっていうね、サイトがあって、そこで今古いゲームをねプレイできますので、でただ著作権等うんぬんとかいろいろあるんですけども、よく調べてね大丈夫なそうなやつをやってますけども、まあ、次のも大丈夫っぽいので、お楽しみにしていただければなと、引き続き見ていただけたらと思います。それではこのまま最後までね、流していきたいと思います。今回は最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。次回また新作のゲームでねお会いできたらと思っております。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。